クリアしました。58.70クリアです。握手拒まれましたからね。何つってたんですか。聞き取れたのがスキニーボーイって言ってて、スキニーボーイスキニーボーイって言われたんですよ。悪口なんだろうなと思いながらそこまで本気じゃねえなと思ってるんですよ。ケープはめちゃくちゃ頭いいんで、多分こういう表現をしてある程度それも戦略でっていうのを考えてたんで、バーンってやれたじゃないですか。あんま強くなかったんです、バーンが。あんま本気じゃねえだろうなとはちょっと思ってレイはめちゃくちゃすごいですよね。まあ、あのマットセラーをあの指導してチャンピオンまで行って、その後ワイドマンもあの出てきてますから、指導に関して言えばすごいやっぱりいいコーチだなっていうふうには思いますね。アメリカのジムっていうのは、はい、みんなで作戦考える。あ、もうそれが当たり前ですね。彼がほぼ作戦を決めて、じゃあこの作戦を遂行するには誰が必要かっていうふうに、全部スパーリングのパートナーのアテンドもあのレイがやるので、個人競技からこうチームスポーツに変わった感じがすごいするっすね。イメージはトノだったんですよ。これトノじゃないイメージとしてはこうすごい自由なこう無邪気な感じのトノのイメージだったんですよ。まあ、多分お客さんになかなかね、トノは伝わってないですね試合はもちろんその勝たなきゃいけないし一番表現する場なんですけど、それ以外にも許されるのであれば、こうやっぱ出していきたいなっていうのは思ってます。まあリング上がってこう向き合った時に、イケイケだったらもうめちゃくちゃこう噛みついてくる、リング上がっても噛みついてくると思うんですけど、よしやるぞっていう、あの相手もそんな感じだったんで、まあやっぱりいいやつですよねあー、ここからどんなモーションで飛び込んでくるのか。まずファーストコンタクト、ウルカが右手を前にしています。インロー一発放ってきました。そしてパンチの間合いはどちらなのか。打撃でプレッシャーをかけつつ、あの詰めてってテイクダウンっていうのはすごく考えてて、あのやっぱり今までのケープの試合からしてみて、やっぱり寝技に僕の方が分があるんじゃないかっていうあの作戦だったので、それをこのリングで今出るかどうかっていうところを。左フック、おお、左やばいやばいよ。引いたっていうのはなかったんで、表面的にどんどんダメージ蓄積していくタイプの多分打撃ですね。片足タックルへ、シングルレッグからのうまいの、そうなんですよ、ね、はい、後ろを向いた。あ、これバックコントロール得意中の得意、これですね。これすごい得意な形じゃないですか。そうですね。ただキープ結構対策してきてて、左の肩はうまく使われて防がれてます感じですね。よし、さあ、ナイスタック。5回だ、やかったな今。さあ、バックマウント、素晴らしい、バンプーハーあります。両手使って僕の左手をこう上げられてるんですけど、この乗りすぎてる状態だとそれだとやっぱ決まんないんですよね。とは逃げないと。正対してマウンドポジション、マウンドですね。そしてパウンド、そしてリアルヒートショット。上すぎるですね、上に乗りすぎてるですね。胸がもうちょっと下にないとダメなんですよね。さあ最終ラウンドです。でそのフェイクした後に、フォーウッドヘッキック、フォーウッドヘッキック、フォーウッドヘッキック、めっちゃ面白いめっちゃ笑ったっすね。ハイキック、ハイキックやらせてるぞっつってやりますよ、ちゃんとやるやった方がいいぞっつってるからめっちゃ面白かったっすね、これ。10 seconds普通に勝っただろうとは思ったんですけど、
まあ、決めたかったですよね。はい、決めたかったですね。ジャッジ豊永、赤佐々木、よって視聴者佐々木試合はやっぱりこう強さをやっぱりファンに見せていきたいっていうのはもちろんなんですけど、さっき言ったその表現を許される場なんで、こうできるだけこう自分を出していきたいというふうには思ってますね。はい、レイもやっぱりあの堀口すごい強いもうやっぱり認識してるので、ねえ、やりたいですよね、やっぱりね。はい、またニューヨーク帰るんですか？帰ります、帰ります。はい、もうすぐ出発して。奥様、はい、と一緒に。そうですね、はい。すごいその尽くしてくれるというか、もう食事のこともそうだし、あの練習動画も撮ってくれて。いいよ。いいよ、いいです、本当に。いいパフォーマンスすることだけをやっぱりネットに置いて、あの毎日過ごすっていうのがやっぱり大事じゃないかなと思います。はい。Eu acho que ele foi mais inteligente do que eu, aproveitou algumas falhas e soube aproveitar bem a vitória. Porque eu estou aqui, estou no Rising, Rising é uma, para mim, a maior liga do mundo. また半年とか1年したケープまた強くなると思うんで、いい選手だと思います、本当に。いいやつですよね。はい、やはり何か事件を起こす男、マネルケープ。どうも、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 どう